ミャンマー京山スポーク通り、ちょっと音を聞いてみましょうかね。こちらがね、ヤンマー K4 型、これはね、愛知の発動機少年が所有しているヤンマー K4 です。前期型のね、ヤンマー K4 なので、ここが直座しです。ちょっと音聞いてみようか。非常にね、安定した回転です。これは多分全部今のこの型の新しいタンク全部自分で加工してます。これね、新しい型のタンクで全部取ったの。作ったんだ。すごいな。これ230万かかるよ。どんなに下がるんですか。何もしないよ。みんなここにダイヤルつけてやってるでしょ。それだけ。ここから取れるかな。230。越前の低速村ですね。それにするまでにもうひと苦労してる。これ取れるかな。あ、これ取れるかな。もうちょっと。
そうですね。ここは今、この時代になってるんだけど、全部ヤンマーだ。